今日はスポンジ弾で打ち合いますよ。肌色出てますけど、肌色出てますね俺。補充や、補充や。濃い。これグレネードなんで。あ、だから6発撃ったらもう戦えないのよ。弾よ弾。よっしゃ。まっすぐ飛ぶなあいつのやつ。あ。よっしゃ。暴発した。めっちゃ暴発するやんそれ。撃ってきた。あれ撃つか。撃え。ああ。弾はちょっと下よ。エア漏れてるのこれ。ああおもろ。おもろいな。弾次第やなこれ。これやからスポンジ弾はおもろいからね。あ全然言うこと聞けへんのが。言うこと聞けへん弾多すぎやろ。その銃暴発するな。いや多分俺が引いた時に、うん、ちょっと指がかかってたんじゃないかな。ああそうなんだ。あれもう一個。はあはあ、おもろ。どうしたどうした大丈夫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 。ああ笑った。ああ弾詰まりしてもうた。待ってます、うん、ちょっと待ってくれや。びっくりした威力あるな。威力あるね。ちょっとした鳩だったら撃ち落とすぞ。こんなちっちゃいの弾すごいな。こうそっちから打ってみようか。こんな感じよ。ああ。うん。まあ痛くはないわ。痛くはない感じですよね。うん。直った。うん。行くぜ。来い。気持ち悪い筋肉のやつ。はい。気持ち悪い筋肉のやつ。ってなった。よっしゃ。おお来た。やっとまっすぐ飛んだ。ああ。おお来た。まっすぐ飛ぶようになったやん。弾次第っすね。やっぱりちょっとね。すごい思ったより飛ぶやん。性能めっちゃええやん。これ戦いやったら勝てるな。勝てるでこれ。 1回で3点入んねんで。これすごっ。すごいぞこれ。なんか1個見あそう長いですか。いっぱい点入ってるわこれ。これはおもろい。これすごいな。これは無理かな、ちょっと。スペシって。ここです、ここ、ここ。これは無理やな。あー。あ、来た！お、吹いた！おい！疲れんな、これ。またセッティングし直しやからさ、一から。これいっぱい欲しいな、この薬莢は。薬莢はカートリッジ欲しい、カートリッジ。割と別に凍ってるから、いっぱいあんの。
全然届かないこれ。ジャムリまくりやろ。わざわざだけジャムリすぎじゃないですか。ああ、はい、来た来た来た。ジャムリ、ジャムリング。あ、廃墟できてないねこれ。想像以上に出てきたんだけど今。おお、いいじゃないですか。あー、もう出てけへん全然。へー、最強せえへんわ。聞いた、さっきいっぱい出したのね。ねえ、もうだから一回やったら終わりや。あのアマゾンでも書いてあった、ちょっとやったら壊れました。でもそのレビューを見たけど欲しいなと思って。いや、もう絶対 俺のはそんなわけないって思います。これはでもそうやな。これグレネードめっちゃ良かったです。グレネード、グレネードおもろいよ、うん、ただ俺にはもうそのグレネードは聞けんけどな。俺にはもうそれはないやねん。盾よ、盾と剣。いやいやいや、ここに当てられましょうっていうゲームやからさ。守れんで。待てよあいつ。守れんで、全部守れんで。もう絶対こっちはもう全部守れんで、この盾で。そう、絶対あいつ壊したる。くっそー。弾が遅いから全部こう見てバンってやられてる。全部軌道に合わせてやってるの。勝てない。なんやそれ。これやろう、これ守護神。そんなもん声優で持ってるやついてへんで。かっこよくない？剣ついてんねんそれ。守ります、僕自分のこと守ります。守ってください、来い。え、いや下すぎ。守ってください、下すぎるで。おい来い、守れる、守ってください、守るくん。うん、スピードが速すぎて見えない。よーし来い、来い、コシ君、もう君は包囲されているんだ。バース、そんなスポンジなんじゃ我々は倒せないぞ。以上。はあ、それ、めっちゃおもろいやろ。これ、エアガンでも遊べんな。遊べる。これ、マシンガンとかでも耐えれるな。パパ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 パ。たぶん、弾割れるで。そうか。うん。パパパパパパパン。トン、トン。いや、死んじゃうよ。こんなん、殴られたら死んじゃうよ、これ。守護神やで、それ、守護神。パチ、楽しなって持てるやん。そうだよね、はい、かっこええな。ズイーン、もう銃でもなくなってるしね。床見てみ、これすごいですね。これ家でやったらお母さんに怒られる、ね、怒られる絶対に、間違いなく。熱っ、これめっちゃ邪魔やわ。いや、これでもあるからおもろいからね。そうね、うん、お好きな体を変えてみんなで打ち合いましょうっていうゲームやから、これそう、もう提案ですよねこれね、うん、遊び方のね、うん、盾がないお前に俺の弾を避けれるかな。なんだと。
様、いつまでもそんなことで避けれると思うなよ。もう掴んどるやないか。掴めたらめっちゃおもろかったのよ今。お前か、弾を手で避けられるっていう噂の男は。俺は天才弾よけ師だ。その昔、新宿の歌舞伎町で30秒弾を避け続けますって働いていた俺だ。貴様のその弾を受けてやろう。お前のその脳書きも今日までだぜ。俺には最終兵器がある。撃ってみるがいい。行くぞ。来い。どうだ。なんだと。貴様の弾は一切当たらないぜ。俺のグレネードは無敵なんだ。来い。貴様のグレネードは一切当たらぬ。だが今回は特別に当てていいことにしてやろう。一発当たってるぞ。一発当たってるからな。水落ち。そうだ。お前の最強伝説も今日で終わりだな。水落ちに。やられた。撃たれた。お前も今日で終わりだ。最強バリバリ伝説が。ドーン。おお気持ちいい。これさ、うん、俺立ってるから、うん、その弾を全部、うん、打ってみてどれぐらいつくかやってみようよ。あ、物によるけど避けないでね。うん、いくぞ来い。ああ、1。あ、今流れたな弾。今ついたんだけど、先についたやつが落ちたの。おっ、いいよ。3つついた。そういうこと、そういうこと。ついてないとこ狙おう。ついてないとこ狙おう。よっしゃ、いいよ。うわっ、コリーシチャレンジ。ドゥ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 。全部落としてるやないか。全部落としてるやないか。ゼロ点。ゼロ点か。小西チャレンジって何やつ。残念です。申し訳ない。今回の小坂さんの挑戦はゼロ点です。ゼロ点かよ。小西チャレンジ。でも小西チャレンジをくぐり抜ける玉があるかもしれないでしょ。こうなった時にそんな玉あるんですか。やってみる小西チャレンジ。絶対いきますよ。じゃあどうぜこ見せない。これ雰囲気ものやからさ。あ、なるほど。お、来てるね。いっぱいくっつけ、あ、取れてる。嘘でしょ。コミスチャレンジの前にも取れてるやん。もういいよ。お、来てるね。いいよ、いいよ。いいよ、まだ。16。だから。うん。おお、いいね。あ、ちょっと上の方がいいっすね。OK! ヤングチャレンジ！ヤングチャレンジ来た！ウィーンスカ！最高取れた。ヤングチャレンジ、ダイヤの今の中途半端なことしやがって。やるならやれ、やらないならやらない。ヤングチャレンジウィーンスカ。どれでまた行こう。中途半端なことしやがって、なんでそれ天丼でできんねん。お前すごいな。ヤングチャレンジすごいな。必ず1個だけしか取れないっていう。割とちゃんとくっつくね。いや、面白い面白い。面白い、これ面白いわ。これは上々やな。うん、これは買った方がいいな。これは、いろんな人呼んで遊べるね、これで。面白いね。こういうさ、ちょっと俺たちの中で、よかったよゲームを集めて、年末にも大会やりたいね。
あ、年末年始にね。あ、ニューヤング杯。第1回ニューヤング杯。待って、マイクを。あー、楽や。楽や。熱い。これは楽や。あ、そうか、これが熱いのか。これ、ま、これが熱い、これ熱い。もうこれ丈夫。めちゃめちゃ見やすいし。ちょっと待って。風貌取れた。これいいね。ボーボー言うてますから、今俺のとこはマイク。もう今から頑張ってさ、番組でさ、もう無駄金使うでやめて、うん、年末に誰かゲスト呼んでなんかほらボードゲームとかもさ、いろいろあったじゃないですか。面白いのね、いっぱい。そういうのを集めてさ、大会やりたいね。大会やって最後にこれやろ。これやっでみんなが知らないでやってて、先に俺たちがやってこうやるんだよって見せてゲストに最後やらせてこうやらせてウィーブー0点え、やったらよかったのになんでやんなかったのっていうゲームしようよようそんなこと考えたら、おりーしゃー全然意味分からへん、何も意味分からへん。いや俺のだからチャレンジに耐えられた球は耐えられるわけよね。手で払ってんだから耐えられるわけないでしょ。分かる。もうほら先っぽシャンってやってるだけだから、これこうやってほらくっついてるのがピョーンってなる可能性あるじゃん。ピョーンってそんな強い吸盤ないわはあ、おもろ。あ、これはでもあれやな、ちょっとあのほんまのナーフの方の吸盤使えるやつの、そう、ね、ナーフの銃の方がええかもな。ウルトラでやるか、うん、エリートとかだと割と距離 20m ぐらい飛ぶじゃないですか、うん、だからまっすぐ飛ぶかも。ウルトラはちょっとやめましょうね。ウルトラはやめウルトラはウルトラはうってなるから、ウルトラの打った瞬間ちょっと音で引いちゃうからね、うん、あれ電動のウルトラだったら多分大丈夫と思うんですけど、そう、ね、威力落ちるから、うん、あの本ちゃんのウルトラの方はハンドガンであの威力やからな、ウルトラあれはほんま笑ったもんなここは。あ、じゃあ締めようか。はいはい。さあ小西くん、はい、今日はスポンジ銃で打ち合ってみましたが、はい、どうでしたか、うん、いや面白かった。今日はめちゃめちゃおもろかったな。スポンジ銃で撃ち合うってね、うん、なかなかこう的があると、そうだ、ね、お互いが勝手に撃ち合うとね、うん、あの的にまず当たらないじゃないですか、うんうんうん、だからちょっと盛り上がらないのかなってちょっと思ってたんですけど、うんうんうん、あのグレネードランチャー登場のおかげで一気に盛り上がったね。コニシチャレンジもう意味わからんねんけど、なんであんなこと言い出すの。コニシタってよかったね。コニシタってね、コニシタってよかったね。そうガーッガー、自分で、あの握り玉取るっていうのも面白かったあれね、なかなか取れないのよ。でもあの前やったけど取れそうなスピードで組んだけど、なかなかやっぱ取られへんね。取られへんの玉ってね、手には当たるんやけど、そう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 、掴めないのよね。やっぱりスピードやっぱり速いねんな。若くなりたい若くても若くても取れないよねあ、面白かった。面白かった。皆さんもだからあの、はい、ね、もしよかったら、そうですね、安全を確認してから、うん、なんかやってみるのもいいかもしれませんね。あの今日のフェイスガードは、はい、こちらよいしょ。これあのアマゾンとかですぐ買えますから、売ってますんで、これもう安い、安く。これはもうあの2000円しなかったね。そうですね、1900なんぼ、うん、ただ息苦しいですいい大人がそうはぁはぁ言いながら言ってましたね。マスクしてね。さあということで、はい、皆さんもぜひこういうことで遊んでみてくださ はい。でも家を散らかしたら必ず片付けてくださいね。ユー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 チューバーニャン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 ヤング TV。 明日も仕事頑張ってね。バイバイ。小野坂さんが割とこっち目に攻めてきて座っているので、ちょっとセンターからずれてますけど気にしないでください生クリーム、生クリームはね、こう
重いかも、ちょっと。ああ。半端詰まってるから。いっぱい食えるもんじゃない。ここがもむじゅむじゅする。それわかんないです。あ、なるほど。むじゅむじゅ、なんかむじゅむじゅするかなと思わん。それでも全くわかんないです。甘いもん食べ過ぎたらなるやん、ここむじゅむじゅ。初めて聞きましたよ。嘘だろ。いや、初めて聞きましたよ。ここむにゅむにゅするんすか。生クリームとかさ、食べ過ぎたらむにゅむにゅするやん、ここ。あ、奥。むにゅむにゅって鼻の奥。うん。全然わかんないです。ってなるやん、むにゅむにゅって。うわ、なんか鼻血でそう、みたいな。あ、そういうのもわかんない。むにゅ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 む。それ今まで、あ、なるって言った人います？そんな話したことない。